さあここから龍河の特別コーナーでございますが、先ほど龍河さん大丈夫ですか？先ほどの後遺症みたいな。どうしたの？もう顔があっち向いちゃってますもん。もうちょっと龍河さん、あ、カメラあっちです。おーれー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 、こばれちゃった模様。意外と気に入ってんじゃない、ね、でもコーナーね、このコーナー始まる前は結構とんでもない顔されてましたね。涙目になってました。泣きそうになってました。そんなもんじゃ大丈夫です、ね、そうですね、大丈夫ですね。えでもライブでね、やり続けたらそういうのは全然なそう、ね、浸透するかもしれないですね、はい、そうそう、やり続けてください、はい、あーはい、自己紹介も必ず。リリースイベントで待ってる。すぐ人を殺すような目で見てます。しょうがない、しょうがない、それはもらったんですかね、やらせてください。大事に、はい、家宝にします。俺俺俺ということで、耳のぼきましたけど、はい、さあ、ということで、改めまして、りょうが、こちら Believe in Magic リリース記念特別コーナーでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にねえ、4枚目のシングル Believe in Magic でございますが、うん、改めてりょうがでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、早速来週14日にリリースされる Believe in Magic は、どんな楽曲になってるんでしょうか？そうですね、この楽曲、僕たち、リョウが4枚目シングルなんですけれど、はい、こちらにありますね、あの遊戯王ブレインズの、遊戯王のアニメシリーズ最新作なんですけれど、こちらのですね、エンディングテーマソングに使っていただいておりまして、このジャケットのここにも書かれてるんですか？そうです、はい、すごい、なんですけれど、まあ、リョウガの中では一番キャッチーな、こうなんていうんですかね、一緒にライブとかでも楽しめるような、そんな一曲に仕上がったのかなと思っております。なるほど、はい、まだもうそのタイアップもすごいし、すごい、この4枚目にしてね、これめちゃくちゃ嬉しい、ね、いやもう本当嬉しいがいい、ドンピシャの世代ですかね、僕ら遊戯王世代です、はい、遊戯王そうだ、世代っちゃ世代ですよね。世代、俺はもう、まあ、ギリギリ、うん、まあ、だから今30くらい大体かな、うん、ね、はい、までの人はみんな大体してる、デュエルしてましたよね。デュエルね、デュエリスト言ってた。その遊戯王っていうね、うん、そのポップなカルチャーに対して4枚目にして、はい、またポップな曲出来上がった、ここがぶつかったという、そうです、このタイミングで、いや素晴らしいね、うん、こちら4枚目のシングルでございますが、皆さんにはですね、何度でもこれ聞きたくなるマジックポイント、うん、ね、今回こちら Believe in Magic でございますが、マジックポイントを紹介していただきたいと思います、うん、はい、それじゃあ1人ずつ書いてくれたのかな、はい、あ、じゃあゆりたくさんからいきますか。まずはこちら、じゃん、はい、踊れ、叫べ、歌え、遊べ、笑え、騒げと。うわー、すごい、ね、というわけで、これどこがポイントかと、うん、まあ、本当に書いてある通り、一回も聞いたことない、そのしずるさんでも。いや、そこって、そういうことないよ。聞いたよ、聞いた、一回も聞いてくれてないんですか？聞いたって、PV 見たし。あ、本当ですか？うん、そうですか？いや、そうや。じゃあこれどこですか？これどこですか？どこですか？ A と B と C とサビと、どこですか？いやいや譲り合い、そうだ、池田さん間違ったやつだ、いや、やっぱ、あ、あそう、やっぱあそこ、諦めない、諦めない、あねばーねばー、そこ違いますから、ここ、いやいや、やっぱそこ、やっぱねばー、もちろんね、そこサビだからやっぱキャッチで入るじゃないですか、はいはい、いや確かちょっと覚えてるじゃん、だけど A メロでここめっちゃ言うんですよ、踊れだ、叫べだ、歌えだっていうことを言う、でこれはもう本当にそのあまりこうピッチとかその歌的なことを気にするより も、うん、もう割と初めて聞いた人がもう言いたくなっちゃう、掛け声的な感じですよね、そう、はい、大体もうキャッチすぐ分かる言葉じゃないですか、はい、真似したくなっちゃうんだね、そう、はいはい、なんでこれはもう一回聞けばもうすぐ言いたくなる、ここにも A メロにすぐキャッチなポイントがいきなりあるわけです、はい、初っ端ですから、しかも A メロ、ね、これ A メロですね、ライブでもだからお客さんとか一緒にやってますよ、もうやってますよ、もう、だからお客さんまだ新曲なのにすぐ乗りやすい、全然そうです、一緒にレスポンスしやすい、このところの振り付けもすごいキャッチーで簡単なやつで、もう初見でも分かるような、うん、手上げる、指さすみたいな、すごい簡単なやつなんで、みんなできるってことね、遊戯王のエンディングやってる人たち、初めてって言って見て、初めて見たっていう方でもすぐダンスもできちゃうので、うん、いやそれいいよね、取り入れやすいっていうのね、うん、なるほど、一体になれる、いきなりキャッチーなポイント、はい、ありがとうございます、はい、素晴らしい、さあどんどん参りましょう、そのままヒントいきます、あ、レオ、はい、レオ、じゃあ私いきます、バーバン、パフォーマーのステップのところ、あ、ということで、はいはい、これ楽曲中のそうですね、感想の部分にあたりますね、うんうん、パフォーマーが、3人でちょっとこう順番に
増えていく振りなんですけれども、はいはい、足の技というか足のステップだけで踊るんですよ。あれ上半身なし、上半身ほぼ使わないですね。足メイン、足メイン で今回あのこの振付師の方がシットキングスの小栗さんという、うん、あのもう三浦大知さんだったりエクソーさんだったりと、あもう本当にいろんな方々を、振付している方が人なんですけど、あのなんかこう先の乗りやすいサウンドとか振付も簡単と言いながらも、うん、なんていうんですか、ダンスグループとしても見応えのある、うん、なるほどね、ちょっとこう仕上がりになってる、なんかあんまりこうシンプルすぎない部分もしっかりあるので、そこはもう楽しんでいただける作品かなと。なるほど、だから歌だけでもなくそういうところにもポイントがあるという。であのやってみますか、あのぜひ一緒にできるの。そう、え簡単、その部分見たことない人いるんで、まあ、ちょっと先に言わない、一回ちょっとやってみて、一回やってみてください。あじゃあフォーマーが一回ちょっとやります。あの一人ずつ増えていくんですよ、はいはい、でレオがじゃあせーのからいく。あここからどうなる、うん、はいはい、せーぶーいや、いや、むむずっ、いや、むずいでしょこれ、めっちゃむずい。で、できないよ、だって入ってきてください。じゃあ4番目に入ってきてください。あ、じゃあ増えてる、じゃあ村上向こう、はい、OK、 はい、じゃあ入るとこ合図しますね、はいはいはい。いや、だからね、おい、はい、これで満足かバカにしてんのか、おじさんいじめで満足か、本当に踊らされたよ、まさしく。戻れあ、すいません、めちゃくちゃむずいよ、これ。いや、これかっこいいけど、え、これはよく基本的なステップで使われる、めちゃめちゃ基本的ですよ。誰が言ってんだよ、あなたパフォーマーじゃない、誰が言ってんの、一回もできたことない、これ。え、これ、む、む、まあ一応ステップ自体は簡単なんですけど、早いですね、早い曲に合わせて。なるほどね、これ曲の感想に来るんで、うん、言ったら一番こう盛り上がってきて、まあパフォーマーはそこからさらに追い上げガッとね、なるほど、気持ちも乗っかってくるわけだ。うん、なるほどね、そういうとこ言われないと分かんないね、細かいところね。確かに、はいはいはい、なるほど、ありがとうございます、うん、じゃあ2つ目ですね、今のが。じゃあ3つ目、最後の。はい、じゃあ僕いきます。はい、うー、ダダン、はい、円盤円盤CD ってことどういうこと。いや、円盤、まあ、あのミュージックビデオもあの公開されたんですけども、うん、まあ、CG をちょっと多めに使っていただいてるんですよ、今回の MV で。あの円盤乗って、こう回りながら撮ったりしたんですよ、撮影。こうやって要するに自分たちは動かないでポーズだけして円盤が動くんです。それがなんかこううまいこと CG と絡む、回転台ですね。そうですね、後ろ緑 で、はい、でそれがどこで使われているかっていうのを、うん、あこれがあの言ってたとこかなみたいなのをちょっと探してほしいなと思います。なるほど、はい、見つける楽しさだ。見つける楽しさ。え、そこはライブではさすがに全員慌てて円盤に乗ることはない。なんで乗るんですか。いや、そうですね、それないですね。あ、じゃあそのプロモーションビデオ、そうなんです、ビデオだけなんです、ミュージックビデオで。だからどこでその CG が使われているかをまたそれ MV で探しながら見てもらえるとまたちょっと楽しいのかなと。ああ、いいね、あなるほどね、はい、いいですね、そういう仕掛けとか教えてもらえるとね、うん、見てる方は楽しいですね、なんか聞いてもいいですよね、うん。はあ、なるほど、ね、皆さん多分分かんないでしょう、ここから見る場合ね、うん、あのチェックしてみて円盤がどういう風になってるのか、はい、楽しみにしてください。さあ、ということでこちら Believe in Magic でございますが、初回限定版が CD プラス DVD ですね、そして、通常版、こちらは CD シングル、のみになってますね、うん、ということでございます、はい。さあ、リリース記念イベントもね、来週たくさん控えてるということで、はいはい、どこら辺行くんですか。もう仙台とかね、東北行って、行きましたね、関西も行き、行きました、今週末は愛知と広島、福岡ですね。行くね、行くね、もっと地方来てってコメント。いやいや、行きたいですよ、行きたいですね、美味しいもの食べられるし、そうね、嫌いな仕事はないから、確かにね、うん。
さあということで、13日火曜日にはニコラジに出演されるということで、そうですそうです、はい、こちらの方でもこちらの情報また盛りだくさんでね、はい、聞けますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。お願いします。そして6月18日には公開収録があるということで、はい、はい、我々リョーカーの FM 富士にいて、リョーカーの5ドラゴンという冠番組をやってるんですけども、はい、そちらこのユータとケータが、はい、メインパーソナリティを務めてるんですよ。でその日はですね、ユータケータと僕の3人の出演になるんですけど、はいはい、その3人でね、ちょっと公開収録の方を行いたいなと、あと特典会も3人で行いたいなと思ってるんですけど、公開ってあそこ代々木のところですか？場所はですね、港北モザイクモールっていうところなんです、はい、そっちなんだ、はい、そこでやらせていただくんですけど、内容がまあ全く決まってそうなんですよ、まだなそうなんです、ここでちょっとこう案などいただけたらな と何か内容、はあはあ、なんかこういうのやってほしいなとか、こういうのやったら場所が盛り上がるんじゃないかな、いわゆるザラジオな会場じゃなくて、はい、別にそのイベントスペースなんですね。そうですね、でもこういう感じで喋るこういうような場所な、はい、だからどんななんかゲームとかできます、できます、もう本当にお客さんとこう一緒にできる、あ、できます、あ、じゃあせっかくなんでニコ生を見てるユーザーさんに公開収録でやってお越しいことなんかね、コメントでちょっと聞いてみましょうか、うん、そうです ねどうですか、何やってほしいですか、ユーザーの方々。18日ですね、そうですね、すぐですね、そうです、言ってるうちですよ、はい、ある程度はなんかその、はい、こういうのがいいんじゃないかな、ああいうのがいいんじゃないかなみたいな話はしてるんですけど、じゃんけん大会なんかこう、もっとみんなが一緒になって遊べ楽しめるような、あ、なんかないかな、これいいじゃないですか、はい、俺も今見ちゃいましたね、ソルによるギャグ講座相手来てもらってじゃあもうちょっとスケジュールちょっと確認してね、大丈夫でもソル君来てくれるの、忙しいんで大丈夫ですよ、あ、あ、でもいい案ありますよ、ハンカチ落としいやいやいや、はい、レクリエーションだもん、あ、私物プレゼントね、なるほどね、まあまあまあ、はいはいはい、3人のね、うん、叩いてかぶって、じゃんけんぽん、いやいや、だからこれレクリエーション的なことだよ、そうだね、てか俺とだけが いないから何も言ってね、これ難しいね、あまりこの3人で回してやっていく、それはいつ、今18日って来たけど、18日ですね、18日です、はい、間違いない、イストリーゲームとかみんなの小学校の時にやったレクリエーションじゃん、フルーツバスケット、はい、あ、テフン君はさっき暇ってたね、ああ長縄はお茶したいって言ってたから、まあ、それが来てもらう、あ、即興芝居即興ソング花一もめ、いや久々に花一もめ、学校の遊びを言ってるだけでしょ、みんなとりあえず遊び言うてます ね、うん、どうですか、しずるのお二人さんやっぱり何か、なんかないですね、声の下が、あ、こう確かにそうですね、一応 声がメインにはなってはる、でも、それこそ今やって、あ、こんなに難しいんだって改めて、ちっちゃい、ね、動きでも、ただお客さんと一緒に振り付けとか一緒にやるとか、はいはい、体験とかね、でもあくまでこうラジオなんで、どう、あー、そうか、そうなんです、ラジオありきの公開のお客さんだけになっちゃうのか、そうなんですよ、聞いてくださってる方々もね、いや、はい、うん、じゃんけん的なノリの、なるほどね、うん、口でも楽しめるみたいな、だから音があればいいんでしょ、音で分かる、音で何やと、まあ、聞いてる方も楽しめる、あね、昔俺らがやったのでママチャリあるじゃん、はい、ママチャリを一人がブワーって漕いで後ろの車輪がクーって回るじゃないですか、空回り、それをお尻で止めるっていう大怪我す、音で、そう、めっちゃいいですね、そうするといいじゃん、音だかね、シャーキャーそうすると、なんでそれ誰が聞きたいんですか、そんなことリョウがやんなきゃいけない、そうすると教えから焦げ臭いにおいがする、やめて断末魔みたいな話じゃん、いいやろう、そうそうそう、あなたたち、寝ない2人が言ってる、あなたたち2人が言ってる、しょうがないんだよ、じゃあとりあえずそれで、あと虫食べてっていうのもあったけど、ラジオ伝わんないっすよ、いやもう最悪だよ、虫食べてさ、ラジオだって見てもらえないってリアクション、虫は僕1週間食べたんですよなんでもう大丈夫です、もういい、もう大丈夫ですやっぱり参っちゃうかね、参っちゃいますね、だからでも、ね、いろいろやりたいことがあると思います、だからまあ皆さんその Twitter とかね、そうですね、 SNS もはい、そちらでもあるんで、全然そうです、ね、今からでも全然お越しくれたら18日まで、うん、時間ございますので、はい、皆さんぜひぜひ18日はそちら公開収録、その目に焼き付けてください、お願いします、足を運んでください、はい、さあということで以上でコーナー終了でございます、 Believe in Magic は来週14日リリースでございます、ぜひぜひチェックしてください、お願いします、それでは最後にミュージックビデオをご覧いただきましょう、じゃあ曲紹介をお願いいたします、はい、それでは僕たちリョーガの4枚目シングル6月14日発売になります、見てください、 Believe in Magic。